多分そうです。そこまではこだわってなかったんですか。はい、すみません。ピンクがトレンドだということなんですけど、はい、やっぱりピンクってやっぱり女の子みんな好きな色じゃないですか。はい、今回さらにトレンドだっていうのは何か理由あるんですか。わかんないです。全部わかんないです。すみません。でもピンクがトレンドなんです。このスイートも今回トレンドのピンク特集なんですよ。なのでやってますね。1のバッグも、1のバッグもあの、ね、ピンクのバッグだったと思うんですけれども、うんうん、女の子は好きなんですよ、ピンクが。あれですか、セットはもうなんかやっぱりピンクで染めちゃうか、そういうイメージなんですか。そうなんですよ、それ大当たり。大当たり。そう、ちゃんと、うん、そうなんですよ、ピンクが好きなので、イメージはピンクとブラックと赤かなっていうセットにしました。それも自分の意見を取り入れつつ作りました。結構めまいがする人ですよね。あ、男性、おじさんからしたらそうなんです。若い女の子は多分すごいテンション上がる色なんですけど、まあでもね、おじさんも多いですからね、AKB の心配ではありますね、今の一言で。2月22日卒業したら、はい、恋愛解禁ですか。あの卒業はあのセンターの AKB のシングルが3月15日に発売されるので、その活動をしてからの卒業なのでまだ先なんですけど、まあ、そうですね。じゃあ3月16日から OK。 その卒業はもうちょっと先です。決まってないんですけど、まだ日付は。はい、じゃあどんどん恋愛してください。そうですね、なんかいい方がいればしたいです。ここでじゃあ理想の感情を言っていただけ。そうですね、理想の男性はなんか、うん、女の子の気持ちが分かる人がいいなって今思いました。じゃあピンクが好きっていうことですね。そうですね、ピンク好きとか、なんか一つ覚えみたいにすごいピンク押してきますけど、そうですね、なんかそう、何か染まっちゃったんですよ。よかったです。はい、卒業したらしばらくちょっとゆっくりなんかいろんなとこ見たいとか言ってましたけれども、はい、具体的になんかどっか行きたいとことかあります。まだ何にも考えてないです。毎日本当にこういうイベントだったり、あと自分のショップのことだったり、コンサートのセットリストとかリハーサルのことを考えてて、もう何にもそれ以外考える時間がないので、本当に卒業してからいろいろ考えようかなと思ってます。